どうも、格闘ゲーマーの黒人と申します。本日はストリートファイター5やっていきたいと思います。よろしくお願いします。23時からね、立川のチュンリーとスパーやりますんで頑張りたいと思います。よっしゃ、お願いするか。ちょっと何かあったら言ってくれよ。5本ほど合図でいいよ。何かあったら言えよ。怪しいからな俺は。バイソン戦かなり怪しいぞ。うわ、なんか勝ったファイナルから中足、そうか、中足が連勝だから中足までやっていいんだ。忘れてた。中途半端だったか。うわ、無理。暴れてもまた投げ食らってるか。投げ食らえ、投げ食らえ。無理か。こんな感じだよな、多分な。多分こんな感じじゃない？みんなどう思う？いい感じじゃない？多分こんな感じだよな。今2ラウンド目の投げ抜きをするのが悪かった。絶対いらんかった。よし、いいぞ。いい感じか。こんな感じか。やりづらいぞ。ダストはやっぱ当たると。ダストを打たなきゃいけないの、頑張って。ダスト頑張って打って、で、ダストすかそうするんだったら EX ゲーなんか。そんな感じだな、多分。うわぁ。間違った。うわぁ、やっちゃった。いい感じだな。なんかいい感じだね。結構バイソンいけるのか。前に出たいってとこに EX ゲダンと EX するとな。それだな。当てに行くんじゃなくて、置きでいいわ。なんか、小足がそうだな。下がれねえな。小足下がれねえな。飛行機打たせない。うわ、きつい。うわ、それ強いんだよマジで。
あかん。うわー、それもどうすんの？わかんないわ。あ、きつい。あ、きつい。これがな、落ちねえな。短波溜めてるとやっぱ、対空むずいな。あかん。ダメか。遅らせ。きたー。ダメか、ブッツパンチ。遅らせ。あ、できる。な、ダッシュを通る。ダッシュを通らん。あー、保育じゃなかった。間違えた。あが強いな、それ。有利か。相当有利だな、そっち。動けないな、あれは。動いちゃダメだな。うまいな。届かないのか。届かねえのか。届かねえのか、そこの距離は。もうちょっとか。ダメか。てか、しかも間に合ってたな、多分。ダメだな、今。相当早くやんなきゃいけないか。EX スマッシュ多分ダメっぽいな。今見てから間に合ってなかったよな。普通にガードになってたよな。届いても多分無理だったな、今。もう超反応で EX スマッシュやんなきゃダメっぽいな。じゃあダメだな。心理バイソンきついっすよ、きつい。漏れちゃった。ちょ、スイートスがマジ長えな。追いこう。うわ、投げ。あ、間違えた。ああ、あ、終わったか。きちい、きちい。逃げられるときちいな。あっちは逃げながら戦うはずだもんな。技が足りてないのはやっぱ地上戦もうちょっとやった方がいいのかな。きちいな。でもこんな感じだな、多分な、俺ができるのは。他にどうやって戦ったらいいんだろうね。この戦い方絶対チュンリー有利な気がするんだよね、俺。もっとしゃがみチューパン、しゃがみチューパンとか嫌がらせしていくのかな。確かどうしないのわからんわ。これでいいんだったらこのままになるよね。多分。こっから成長しないの俺。プランがわからん。ない。俺の中で。チュニーに対してどうしていいか。で、ネタやられた瞬間負ける。わからん。あの、裏表とか、そういう系は。返し方も知らんし。しゃがみチューパンが一番技相性いいので、それを怒られると結構大事です。なるほど。あ、しゃがみチューパンなんだ。しゃがみチューパンがなんか、あれで何回大パン被弾してもいいのに、一回当てれるとでかいっすね。いや、そうすると、その前台系で空中くらいしてくるじゃん。だから、ぶっちゃけ仕込めないんだよね、こっち。あれ、前台パンで、前台系で抑線で空中くらいするとさ、あの、大パン、下大パン V スキルから始まるじゃん。空ぐらいはかなりこっちがやりたいことですね。抑線使ってそうだね。抑線使ったらシャーミンチューパンね、やりたいね。それは差し返して、スマッシュみたいな。で、そういうのを、そっちが嫌がると多分、離れて気候圏から始まると思うんだけど、結局こっち置き技しかないもんな。まあ、やることやるしかないのか、これで。結局、チュンリーの中足に何もできないっていうのが問題なんだろうな、こっちが。まあ、しゃがみチューパン当たったとしても、まあ、抑線で空中クラスでも、あ、美味しい美味しい美味しいで、ずっとやっときゃいいんかな、多分。うわ、こいつ意味ねえわ、となって、大パンとか来て、先端飛びか。あ、そういう戦い方だな、多分な。
だチュンリーのタチシューパンと大パンマジで遠いとこから飛んでくるからな。あれはもうちょっと手前から警戒しなきゃな。マジで遠いもんな。もっと前から置かなきゃいけないのか。いや、置いて勝てんのかな。なんか勝てない気がしてきたな。てかさ、立川さ、思ったんだけどさ、お前にバイソン来ないんじゃないっていう、いや、じゃない。だって、ラシードじゃね。違う？ラシード来るんじゃないの、普通に。そもそも。ラシードで、ジョンにはバイソン。ジョンにバイソンじゃない多分。ジョンにバイソンが一番安定じゃないっていう気がするんだけど。違うのかな、わかんないけど。お前らの中で談合があるんだったら知らんけど。来ない気がするんだけど。いや、正直みんな黒人だとスパーしてて羨ましい。いやいやいや、そんな、そんな意味ないでしょ。しかも立ちから出るの確定ってなっちゃうし。じゃあわかんない。まあ、来たように やるのはいいよね、確かに。じゃあ、全キャラ降臨もやっといた方がいいし、まあ、ラシードもやっといた方がいいしってことかな。まあ、それだったら全然、俺はいいけど。でもまあ、わかった。ちょっともうちょっと、なんか、しゃがみチューパーに仕込まず、しゃがみチューパー、いやでもアウェイで出るとしたら全キャラやないと、あ、まあそうだよな、そうだ、まあそうだな。ってことは出るんだ。まあ予想屋としてはちょっとありがたいインサイダーなんですけど、とてもありがたいんですけどね。立川が出るみたいな。